した。技ができるだろう。ハードポイントはアクティブだ。あ、撃たれたら。警察の用意が。こっから隠れても無駄だ。本当にこの今作の扉をもっと壊しやすくしてほしい。危ない危ない、マジで壊しやすくしてほしい。あ、立てな、軍用犬何度呼ばれても関係ねえから、俺が全員軍用犬をキルする。うわ、なんだ今の、やばすぎ。紹介したからにはもちろん答案用紙を用意するところまでが実況者でございます。はい、ということで画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。昨日の動画見ていただけましたでしょうか。今ですね、このフィールドアップグレード、デッドドロップの方のバグ、おそらくバグだと思いますけれども、まあそちらの仕様のせいでですね、最高のキルストリークがまあものすごい頻度で出せるようになってるよというご紹介をしたと思うんですけれども、まあ今回はそちらに対する対策の方を紹介していこうかなというふうに思います。まあ具体的に言うと、軍用犬と、焼夷弾、そしてこの位置情報探知あたりにどう対応するかっていうところのお話ですね。でも位置情報探知はもう一言です。はい、カウンター UAV を出しましょう。今作のカウンター UAV はめちゃめちゃ強くて、たとえ相手に位置情報探知みたいな UAV とか出されてなくてもめちゃめちゃ強いです。なぜならミニマップを丸ごと消すことができるので、シンプルに赤点も映らなくなるし、敵からしたら味方の位置っていうのもね、ミニマップで共有することができなくなるので、今作のカウンター UAV は UAV よりも明らかに僕は強いと思います。まあ12キルの対策を4キルで簡単にできるので、まあこれは本当スケーティ損は全くないかなと。焼夷弾に関しては正直対策が必要ってほど強力なキルストリークでもないと思ってるんだけど、どうかな。まあもちろんニュークタウンじゃねえや、シップメント、シップメントとかになってくると確かに相当強力だと思うんだけど、多分ね、みんなが嫌がってるのってこっちの軍用犬だと思うんですよね。で、今回はこの軍用犬に対するもう明確な回答用紙ですね、おそらく動画の冒頭にも貼ったと思いますけれども、まあ今作アサルトライフルのアンダーバレルに付けられるアタッチメント銃剣、こいつがマジで強い。 MW の頃にも銃剣があって、その頃は本当にネタにされてるというか、これ誰がつけんのっていう感じのカスタムだったんだけど、今作の銃剣はこちら熟練度じゃなくてキットのリーチと組み合わせることによって MW2 昔の COD のコマンドぐらいの射程範囲を持つことができるので、ネタとか冗談じゃなく普通に強いです。はい、ガチで強い。選択肢の一つとしてみんなもっと考えるべきだっていうのを今回の動画でちょっとご紹介できたらなというふうに思います。まあもちろんアンダーバレルを外すということはね、ブレ制御であったりだとか、エイム速度、ダッシュ後射撃速度とかのアタッチメントを失うっていうこともあるので、この後僕が動画で使っている STG のまあブレなんかを見ていただいて、使いやすさをご自身で判断していただけたらなというふうに思うんですけれども、まあ正直先ほど申し上げた通り、現環境の軍用系の出しやすさとかを加味すると、マジでファーストチョイスが銃剣になる可能性っていうのは十分あるのかなというふうに思います。そもそもやっぱり近接一撃っていうのがめちゃめちゃ強くて、まあもともとコールオブデューティーって近接キル一撃キルだったんですけれども、いつからかね、殴り2発で近接があまりにも強すぎるっていうので、殴り2発で近接は倒せるようになったんですけれども、そんな環境下で言ってしまえば、この銃剣っていうのは常にショットガンを持っているみたいなもんなんですよ。もちろん相手が同じようにショットガンを持っていた場合は話は別ですけれども、相手が SMG アサルトライフルであった場合は、こっちはショットガンを持ってて、なおかつアサルトライフルの性能の武器を持っているみたいな状態、さらに MW エンジンに用意されているこのタクティカルダッシュですよね。エルスティック押し込みで、まあ、武器を上げながら走るこのダブルタイム、基本的にはこのタクティカルダッシュっていうのは隙が出てしまう、隙がかなり大きくなってしまう移動方法なので、まあ、使われないことが一般的だと思うんですけれども、この銃剣さえつけていれば、このタクティカルダッシュの状態ですら、まあめちゃめちゃ強くなる。近距離の敵に対してであれば、本当に即死級のショットガンを持っているのと同等の価値を得ることができるので、まあそういう意味でダブルタイムなんかもね、より活かしやすくなるので、ライトウェイトとのまあ差別化もすることができると。ぜひね、結局銃剣なんてネタ装備でしょみたいに考えてる方はマジで一度使ってみてほしい。まあもちろんね、この後の動画このカスタム使ってるんで、そもそも STG がクソ強えやっていうねちょっと話にもなってるんだけど、ぜひ皆さん、銃剣のこと、真剣に、ちょっとこのことをお付き合いするかどうか考えていただけたらな、というふうに思います。ということで、この後の試合は実際に銃剣を装備して遊んできました。ご覧ください。どうぞ。さあ、ということで、お、なんだ、コーネリアスがなんか今喋ってたの。モーンって、鼻息が聞こえてたが。まあ、鳥も角にも銃剣突撃、見せつけていきたい。みんなにこいつの強さを。分からせたーい。まあ見といてくれや。今のは銃剣使いたかったけど、まあしゃあないな。第一拠点、
第一拠点めちゃめちゃにうちのチーム強くね。てかなんかやたら前に出れてる。さあ地点の味方をフォローしに行こう。今行くぞー。めちゃ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 おる、めちゃめちゃおる。あっち逃げてったな。味方が一人上がってった。そこ上がってくのちょっと強すぎん、強気すぎん。いや、いけるんだ。で乗っちゃおうと思ったけど、んやっぱ乗ると撃たれるんですね、ここね。めっちゃ火炎車してきたわ。火炎車ってなんだ。いるしな、しかも。あちゃ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 。椅子変わったか、椅子変わったくせえな。椅子変わった臭いので、ちょっと後ろに誘導されつつも。危ない、もう一人いたよね。危ねえ。さあ、弾が。なんで勝てた。今のはな、銃剣。まだああいうところやっぱとっさに銃剣が出ねえんだよな。とりあえず、軍用剣出たんで、よしとしまーす。なんかこのままだと、あの、銃剣を使うシチュエーションに全くならなそうな気がするけども。まあ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 。じゃ、この地点乗ったらちょっと次からは申し訳ないけど、積極的にいろいろ動き回ろうか。ちょ、もうこれも使っちゃおう。もう使っちゃいましょう。大丈夫か、任せろ。ナイス、一石二鳥。あー、トリプルキルうまいね。さあ、地点乗り切って、まあ、こっからだからね、このマップの難しいところって。しっかりとここで、対局側に、配置されるからね。地点がね。あ、気のせいか。さあ、デッサ使って、スイーッと裏取りさせていただくよーん。スイー、スイー、スラスラスラスイー。ありがとうございました。で、このまま奥行っちゃって、多分こっちから湧いてくるんだよね、俺の予想だと。正解だったけど、弾がないよと。ナイスカバ？正解だけど、弾がなくて、まだいんの？どこにいる？そっちとどこだ、これ。中間ポジ、中間ポジかと思ったけど、どこいんだ。一回ここでリロード、一回ここでリロード、落ち着いて UAV。 めちゃめちゃ入ってくるやん、入れ食い。めちゃめちゃ入れ食い。なんだなんだなんだ。いや、今のタイミングでパケットバースターずるくね。あー、ごめん、軍用剣出ちゃった、軍用剣出ちゃったけど。あぶね、もう一人いんのがいい。銃剣やばい、全く関係ない戦い方しちゃってる。 STG が強すぎるんだよな。STG が強すぎる。もうちょっとなんか銃剣を生かしたいんだけど、しょうがないね。じゃあもうちょい前だよ、前だよ、前だよ、どんどん前出てくよ。もうタクティカルダッシュからの銃剣、俺が見せつけていくぜ。うわ、ほら今の距離も、はい、届いて。はい、もう一人いるんじゃないの。いなかったわー。今いたね、任せて。走って走って走って、あれ、何それ。走ってー、走って、もう一人いたいやでも銃剣マジでマジで使ってて楽しいわ。てかうちのチームマジで強すぎ、笑った。これリスが、リスが変に反転してなきゃもう固めて勝ちやん。まあちょっと今回はね、あまりにもちょっとうちのチームが強すぎたんで、なんか銃剣があんま目立たなかったんですけど、あの劣勢の試合になればなるほど個人的には輝くアタッチメントかなと思ってるんで、ぜひね皆さんマジでお試ししてほしい。うわ、危ねえ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 。でこっち側めっちゃいるね。はい、それも勝てちゃうんですね。今の無理やりなパワーでも、あ、勝ててしまうという、この、この強引さよ。この強引さよ。この強引さなんすね。やばくない？めっちゃ強いわ。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとほんと圧倒的な試合になりすぎちゃって、いいところを、まあ、いいところは見せれたと思うんだけど、うまく有効活用できなかった気がするんだけど、まあ、相手の軍用剣にもめちゃめちゃ強く出れて、かつ近接の距離ですね。この距離、こういう今みたいなめっちゃ近い距離でも、まあ、一撃で敵を格闘でキルすることができるので、相当でかいアドバンテージだと今作はマジで思うんで、よかったらマジで皆さん一度お試ししてみてはいかがでしょうか。ということで、よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。こてつなでした。お疲れ様です。おーつーぽんぽこちん太郎、また会える日を待ってるぜ。